もうね、もうやめてね、もう出てくるのなしな。ちょっと先を急ぐから。ワールドマップがなんか小さくなっちゃった。ちょ、来ないで来ないで。あ、ちょ、けど、あ、小さい方が見やすいぞ。小さい方が見やすい。逃げる。ちょっとダメ。ちょ、次の町着いたら一回開口に戻る。ちょ、降りる。ここは降りられない。は、どういうことやねん、それで。なんで？あ、降りられた。ちょっと回復戻ろう。逃げた。僧侶の証。悪くない。あー、けど回復さ、回復そのスペシャルが、あの作り方が分からんのよな。ググるか。回復 SP の作り方が分からんのだよな。今回多分違うよね、あれ。一回やったのがその全体回復と異常回復と、回復 HP 回復でできるかなと思ったんだけど、できなかった。すげえ笑ってる。すげえ笑ってるけど、あいつ多分経験値750しかくれんから、もう無視するわ。無視。危ない！なん、もうこの周りに回ってるやつが今めっちゃ危なかったぞ、今。気をつけてくれ。危ない。赤い宝石。これ結構重要、いるやつ。なんか最後の方の装備アクセサリーを作るのに宝石各種が必要だった。ちょ、ここ陥落の霊道で一回降りるわ。ここで降りることによって次ここからスタートするということが分かりやすくなるという非常に素晴らしいやつ。あ、そうだ、そういえばさ、ここら辺さ、登れるかといって何かあるわけでもない。ちょっと回復します。宿。あ、久しいな、ここ。久しいな、乗れんぞ、ここ。訓肉って言ったらちょっと卑猥に聞こえるな。略すのやめとこう。燻製肉は卑猥だ。汚れた包帯いらねえよ、捨てろ。ゴミじゃねえか、それ。宿屋どこだったっけ。ここだ。まあとにかくなんだ、最後のそのゼロ地点に行かなければ裏ストーリーは進まんということだね。じゃあ一回ルーラして、ルーラその新しい配合、新しいその調整配合ってのをやってみようず。あ、そうそう、キング、こんにちは。うん、今何枚ですか。49、50でメタルキングか。あ、メタルキングもね、そうそう、作ろうと思ってたんよ。うん、はい。今な、 S ランクだったかな。今 S ランクかなんか頑張ってると。魔力の土、鉄くず、ありがとう。これもなんか花の蜜持ってんじゃない。持ってる。ああ、いいね、輝きそう。大地の力。次、5個以上アクセサリーを作れるようになると、刻印を作れるようになりましたら、私のところまで作れる。
アクセサリー作れよって。今ね、証はこんな感じ。結構ね、結構作れるようになって、作れるっていうか買えるようになりました。うん、高いよねけど。霜降りは売ってくれないんだ。宿屋、道具屋なんか変わった？特に変わってなさそう。ちょっと補充しよう。エルフ10個も、10個、エルフケチロウ、ここは20個。世界樹の葉10個、しずく10個。わあ、もうお金すぐなくなるな。で、今ね、このクエスト9で、そうそう、色違いのやつを捕まえてこいって言われて、そのサーチをずっと魔界ファイターでやってたんだけど、なんかオーラがさっていうのをこの前動画で言ったら、コメントで何回も倒さなきゃいけないんだね。何回も倒し続けることによって、その色違いの魔物が出現するということだ。結構ね、5、6回倒したんだけど、5、6回じゃダメなんか。アクセサリー5個作れって言われた。ペンダント、あ、いいね。ペンダント、ひだてんのピアス作る。スピードバングル、ラッキーペンダント持ってる。メタルつぶしのベル、希少のベルト、強小か。誰か希少じゃん。職人のベルト、効果ギガキラー、いいね、これいいね。アルゴンリング、魔王のネックレスってなんだ。マデュライト、賢さ200、ぶっ壊れ性能、ぶち壊れ性能じゃんこれ。マデュライトがない。じゃあ妖精の腕輪で勘弁しといてやろう。豪傑の腕輪、よし、これで5個ぐらい作ったでしょ。うん、しっ、多分今もらった素材で作らなきゃいけなかったみたいだね。まあ適当に作っときますわ。久しぶりじゃないで、ちょうどいい時に、配合装置に新しい機能を追加したんだ。その名も調整配合。両親のブラシが合計100以上になるような組み合わせから生まれた子供は、両親の特性からどれかを選んで自分の特性と入れ替えることができる配合なんだぜ。素晴らしい。生まれる魔物のプラス値は100数字じゃなくて星で表示される。さあこの調査、はい、やる。じゃあ今100にできそうなやつおったかな。キラーマジンガは100になりそうだな。キラーマジンガどこだ。いないんだけど。うわ、いなくなった。うわ、キラーマジンがいない。うわ、キラーマジンがなくした。もうどっか行った。いた、来た。どうしようちょっと待って、どうしよう。マジ？18ぐらいからもう100超えるんだね。100超える、100
超えるわ。まああのキラーマジンガイとりあえず転生させるけど、何をあれする、そこ重要じゃないか。めっちゃマデューラ、悩むな。特性を1個持ってけるって言うんだもんね。でかくするか。いやもうここはさ、もうバノレザック正直使い物になんないから、ここで使っちゃうか。でキラーマジンガを100で調整配合で生まれるモンスターのため引き継ぐ特性を選ぶことができる。はい、固定ギガボディ。え、ちょっと待って、どういうことギガボディ、はい、これで、え、ちょっと待って、どうなったの、メガボディ、あー、え、なんだ下の総コスト特性数、まれにハイテンションがつくのか、ギガボディにすると。ほう、ギガボディ、で AI1、2回行動を AI2 回行動にできる、 AI2 回行動にしようよ。じゃあからハイテンション、バイキルと暴走期間、あ、プレッシャーいいな、プレッシャーもあった方がいいよな、プレッシャー、いやー、いきなりスカラと稀にハイテンションいるよな、いる、連続いる、時々バイキルともいる、暴走期間もいるっしょ。いや、いるよな。行動遅いは絶対いらん、スモールキラーもまあいらん、プレッシャーまあいいか、プレッシャー、うん、プレッシャーいいや、決定。うわー、これめちゃんこ強いんじゃない、これ、ま、キラーマジンが花嫁いるかな。攻撃3はつける、攻撃3はつけるとして、このフォース系をつけてもいいな。あと4個だろう。アッパーはいらんか、アッパーなしにしよう、アッパーは必要ないわ。デビルフォース、賢さが上がるか、MP もプラスついてるからな。攻撃、守備、うわーめっちゃ悩む。1、2、3、4、1、マテリアフォースで、ビーストフォース、デビルフォースいらんかな。ギガマホトラとか良さそう。黒き花嫁いる？いるか。あった方が良さそうだな、これは。じゃあこうしよう。これでいこう。OK。おお、デビルの証と二の証、キラーマジンガ SS プラス星、うん、サンマス、いやけど3にするってことは22ができなくなるから、マデュラを入れられなくなってしまうという致命的なこのマダラとの組み合わせを
完全に断たれた。ってことはその相棒を用意しなきゃいけないじゃん、相棒を。メタルキングか、エテキン TV。 久しいな、エテキン TV。 お前しかいないかも。また助けてくれるか。もうスキル最強じゃねえかこれ、エテキン TV。 そうだ、ここら辺もさ、ちょっとレベルを上げてからグレイトドラゴン、グレイトドラゴン、光のヒュドラードだな。けどもこの光の戦士は確かあのエテのムチカウンターで使ってたんだよね。けどムチっていうその概念がなくなったからもう意味がない。意味がない、残念。うわー、どうしよう。やっぱメタキンかな。メタキン使っていいかな。まあ、腐った死体軍団はやっぱそのエテとしてはね、エテとしてはやっぱここちょっとなんか一匹多いぞ。お前違う、お前誰だ、お前誰だ、帰ってくれ。うわ、ちょっと一匹行方不明になっちゃった。あ、一匹行方不明だ。どこ、どこ行った、いた。うん、田中くん。うん、ここはやっぱ SS ランクまでしたいよね、全員で。サイズでかくするとまとめて出せなくなってしまうから、サイズはもうこのノーマルノマボのまんまでいこうと思う。それかメガ全部メガボにするか、メガボでここ全部埋めちゃうみたいなね。このキラーマジンガに合わせる魔物を一匹用意しなくてはならない。あとこちら配合して強くすると。うわ、これはまた楽しくなってきたね。育てがいがあるね。とりあえずね、置いとこう。こりゃ育てがいがあるわ。早速メタルエリア行こうかな。絶対強いじゃん、もう強いじゃんこれ。すでにエテキン TV エブリデイ間違いないだろ。これもう守備ガードとかつけてたっけ。まあとりあえず、まあレベル上げはいいよね、録画回さなくてもね。ただひたすらにレベル上げるだけだしね。うん、行ってくるかな、レベル上げで。配合もしちゃって、作るわ。ちょっと強いモンスター、強いモンスター作る。うんで作って、裏に挑むか。そうしよう。でもうその流れでね、裏もちゃちゃっとクリアしちゃって対戦動画に速攻移行できるぞ。エデの腐った死体軍団に勝てるやつは果たしておるのかな。エデの視聴者にポンゲがね、ポンゲに勝てるやつなんかおる？このドラクエモンスターズシリーズをこのやり尽くした最強の全滅、一回もしたことないわ。えてこのゲームやっても一回も苦戦したことないわ。もうこれ初めて、マジでみんな多分弱いんだろうな。スライムとか使ってんだろうな、みんな。スライムプラス40とか使ってんやろうな。3メスやった、一角ウサギ捕まえたよとか言ってんだろうな。はい、とにかくね、ちょっとまたあの育てるわ、育てますので、
育て終わってからまた録画スタートしようと思います。はい、では一旦ここで録画通します。ご視聴ありがとうございました。